こんにちは、わたわたペットです。一緒に作るチワワの2回目は、手足、尻尾を作って立ちポーズでのチワワの体の作り方をご紹介します。お座りでの体の作り方もご紹介しているので別動画でご覧になってください。前回作られたチワワの頭に合わせて立ちポーズでの各パーツを作っていきたいと思います。必要なパーツは胴と手と足、そして尻尾になります。こちらを今から作っていきます。では一つずつ詳しく説明していきますね。作業するとき、テーブルに傷がつかないようにゴムマットなんかを引いて準備されてください。こちらにまず胴からいきます。胴はイメージとしてチワワの頭の2個分の大きさで作ってください。頭は皆さんそれぞれ作った時に違うので、自分の作られたチワワの頭の2個分をイメージして作っていきます。はじめにニードル綿を広げて、この時2個分の大きさより少し広めに使うと予定通りの大きさになります。手前からしっかり圧をかけながら巻いていきます。太さも頭の太さになるように、足りないなと思ったらまた足して巻いていってください。最初はゆっくり奥まで刺し固める感じで刺していきます。だんだん固まってくると早くしてくださいね。この時2本ホルダーでやると作業が早いです。ポイントですけど、ここのふさふさした巻き終わりのここの部分ですね、ここは中に押し込むように刺し固めていくと綺麗なこのようなカーブになります。ここに曲げたりしないで中に刺し入れるような感じで刺し固めていってください。このようにして胴を作ります。次に手足、尻尾の芯になるモールを用意されてください。今回私は100均の15センチのモールを使っています。こちらを半分に折ってねじってください。この大きさの作品の手足になっても十分体を支えられるだけの強度があるので、モールで大丈夫です。針金はちょっと初心者の方にはスポッて抜けちゃうので、モールの方がよくニードル綿が絡んでくれて使いやすいです。このようにねじってください。これを5本用意されてください。手足にこのタッチポーズのこの形のパーツが4本必要になります。手と足ですね。これを作っていきます。こんな形を作るんだっていうのをイメージしてください。足になります。このように立ちますからね。では作りますね。足から作ります。手と足も一緒なんですけど、ニードル綿を10センチ幅に広げてください。先ほどのモールを乗せます。こちら側がだいたい 2,3 センチ残りますね。15センチのモールを折っているので 7.5 センチくるくる巻いたので7センチぐらいの長さになっているので、こちらを乗せて手前からしっかり圧をかけながら巻いていきます。そしてだいたい1センチぐらいの太さになったら必要な部分をちぎります。これを固めます。指を刺してしまわないようにゆっくり固めていってください。ふさふさの残ってる方ですね、ここを指で押さえます。こんな風に挟みます。人差し指と親指で挟みます。この間に差し入れるような感じで形作っていってください。ここは筒状ですね。でここはちょっと潰れた感じで作ります。足の甲、その部分になります。ある程度形ができてきたら、下のモールごと、モールが入ってますので、モールごとグッと曲げて L 字にしてください。まだふわふわしてます。ちょっと曲げて、そして形作っていきます。同時に4本作っていった方がいいです。先に筒を作るを4本して、それからこの先を作る、である程度の同じ大きさになるようにこの段階で並行して作業されると大きさにバランスが取れていいと思います。足の裏からも固めていってください。これでだいたい足の形になってきます。ここのふわふわは残しておいて大丈夫です。胴につける時に使いますので、これを
同じ太さで同じ大きさで4本作ってください。次に尻尾です。尻尾も先ほど作ったモールをねじったものを用意されてください。尻尾は縫い取る綿を足の時よりももっと薄く広げてください。薄く乗せます。手前からパッツをかけながら巻いていきます。今度は尻尾なので細く作ります。足よりもうんと細く作ってください。時々こうやって、で尻尾は先っこがこのように作りますので、こっちに触ってみてモールの先が来るような感じで、いらない部分をちぎって差し固めていってください。時々こうやって固めてください。各パーツができたら手足に色を入れます。色入りですが、はじめに肉球をつけます。肉球は立たせるとこう見えなくなっちゃうので、いらない人は作らなくてもいいですけど、私は結構肉球がある方が可愛いと思ってるので、どんな小さな作品でも肉球を作るようにしてます。肉球の描き方ですが、この小さな中に描いていくんですけど、最初にこんな三角を一つ作ります。次にその横に三角を、そしてその横に三角を両サイドに入れて、最後に大きな三角を描くイメージでワンちゃんの肉球を作っていきます。これを描くイメージで作っていった方がきちんと描けると思うので、この順番で作っていきますね。黒の羊毛フェルトを指でくるっと丸めておきます。小さなのが指の部分が4つですね、作ります。そして大きな肉球を1つ作るので用意します。では先ほどの順番で作っていきます。難しいですけど、三角をつけるイメージで、最初に指で丸めてるとつけやすいので、2つ、パリは極細の方が、いいですね。極細を使ってつけていきます。細かい仕事はゆっくりでいいので、極細を使ってつけていかれたらいいと思います。形を整えながら、先ほどペンで描いたイメージで肉球をつけてください。この作品で省けるところとしたら、もう完全に見えなくなる肉球ぐらいです。だからもしこの作業が一番細かいので嫌だなと思ったりしたら、これ省いてもいいと思いますので、肉球をつけてください。色入れをしていきます。色入れですが、頭を作る時に使った黒とグレーとマスタードと白を用意します。こちらを使って色を入れていきます。先にこの先っぽの部分に白を入れます。色の入れ方は1センチぐらいに切ってますけど、これを指でしごいて乗せて浅く刺す、そしてカットする。これをただひたすら繰り返していきます。お顔の時マズルにしたのと同じ方法ですね。短い毛を表現する時は、私はだいたいこの方法でやります。もう永遠にこれを頑張ってやってください。この先に色を入れます。先に白を入れたら、この指の股の間のところをグレーで線を引きます。ほんの少しだけ取って、指で糸状にして3本線を引きます。細かい作業ですけど、これやってあげてください。真ん中に1本入れて、いらない部分をカットしながら、もうほんと細く、3本入れました。これは前足のところに模様を入れます。模様はその家にいる子の模様と同じ色にされてもいいですけど、今回私が作るのと
同じようにされた方は同じようにされてください。これも入れ方は一緒です。ブラックタンですので私は黒を使いますが、黒を乗せて自分が色を入れたいようにやって、白と一緒ですね。少し刺してはカットしての繰り返しで色を入れていきます。今前足の模様を入れてます。後ろ足には白だけで模様は入れないでください。太ももとかでちょっと肉付けを胴につけるときにするので、この段階では入れなくていいです。前足は入れておいてください。なるべく体につける前にこういう細かい作業はやっておいた方が作業しやすいので、このように入れていきます。別に胴に足をつけてから模様バランス見て模様入れていってもいいんですけど、難しいです。やりにくいのでこの段階でやってた方がやりやすいと思います。ここは胴にひつくところなのでモサモサのままです。こんな感じかなっていう感じで色を入れていきます。せっかくマスタードカラーがあるので、黒と白の境目に少し入れるとよりブラックタンらしくなるかなと思います。もちろん白ブラックの子もいるので、もう自分の好きにしてくださいね。色入れは毛色は作る方の好きにされてください。ただ手順と方法は真似されるといいかなと思います。もう教えるっていうか、もう真似してくださいって感じですけどね。私が教えられるほどどうなのかなと思うんですけど、こんな感じです。このように色入れをしてください。このように前足の色入れをしました。後ろ足は白だけです。今白だけしか入れてません。で指股も入れてます。こんな感じです。手足ができました。次に胴に頭をつけていきたいと思います。胴に頭をつけます。このままできる方は肉付けする時の方法でニードル綿でつなげていくことはできるんですけど、ちょっと難しいので初心者向けの付け方をご紹介します。モールを、そうですね、今度は15センチのモールを3等分ぐらいに折って、これをひねってください。そしてこの胴の頭のつく部分、まっすぐこのように頭をつけます。ここにつけるんじゃなくてこういうふうにつけます。穴を開けます。この縦のここですね、ここに穴を開けます。でモールをグリグリと差し込んでください。そしてここに取れないようにこのボールに内からニードル針を刺すと結構固定します。今度は頭に穴を開けます。これを差し込みます。で、まあ、これも取れないようにちょっと難しいですけど、首長くても大丈夫なのでこうやってちょっと固定してください。それで首ができました。ここにこの段階で肉付けしていきますが、これ長すぎますよね。なので折り曲げてグッと寄せます。で好きな位置に、横から見て好きな位置に、私はこれぐらいですかね、つけます。でここにニードル綿を挟み込むような感じで刺して肉付けしていきます。首の部分ですね、少しずつでいいので肉付けしていってください。この頭と胴をつなぐ感じの接着剤の代わりにこのニードル綿を使っていく感じです。モールが芯になってるのでちょっと引っかかっちゃいますけど、気をつけながらこのようにつけていってください。ぐるり肉付けしていきます。ちょっとここが細いのでここにも肉をつけます。バランス見ながらつけていってくださいね。でモールが入ってるのでこう顔の向きとかも自分の好みに合わせてつけてください。ここがグッとなってるので滑らかになるようにここにも
少しつけます。この時自分の好きなボディラインにしてあげてください。ポロッとしてる子が好きだったらたくさん肉つけてあげればいいですし、細い子が好きだったらそんなにつけなくてもいいです。ここでバランス見てください。こんな感じでつきました。これに足をつけていきます。まず前足からいきます。先ほど作った前足、こちらを横から差し込むんじゃなくて、今回は横からこんな風につけます。こちらも横から、ここら辺かなっていうところにモールが入ってるので、モールを押さえてこうやってここをふさふさしたのを横に差し固めます。これぐらいかなっていう感じでつけます。あ、石焼き芋屋さん石焼き芋屋さんが来てますね。こうやってつけます。後ろ足になります。後ろ足はやっぱり同じように、後ろ足はこのまっすぐつけるんじゃなくて、ちょっとこう後ろにこういう感じですにつけます。で、後からクイッと曲げたりするので、ちょっと後ろ長めに斜めにつける感じです。だいたいこれぐらいかなって感じで、肉付けしてバランス取るときに長さも調整できるので、一応この位置につくかなっていう感じでつけてください。同じように差し込まないので、すごくこっちの方がやりやすいかなと思ったので、この方法でご紹介してます。こういう感じでつけてください。そしたらグラグラするのでしないように、ここでもニードルバターを使って肉付けをしていきます。こう巻きつけたりしながらしっかり固定していきます。まず前足から固定します。同じ長さになるようにこう合わせながら固めていってください。前足の付け根のところにニードル綿を補強しながら固めていきます。前から見るとこんな感じです。同じ長さになるようにここで調節しながらつけていきます。後ろ足ですけど、今このようにつけた横から当てて刺して固めただけです。ここに太ももを作っていきます。太ももですけど、やっぱりニードル綿を乗せてこんな風に巻きつけるような感じで補強していきます。太ももですので、ちょっとここがぷっくりしても大丈夫です。こうやって太もものお肉をつけていってください。内側も差し固めてください。置きながら足のバランスを見ながら、でここがちょっとこう立ちやすいようにグッと押さえて、でしっかり固めていく、この作業をしながら立ちポーズのバランスを作っていってください。反対側をしてください。全然ついてないので、こういうところにも足しながらつけていきます。少しずつでいいので、つけては固める、つけては固めるで太ももを作っていってください。このように首の角度も見ながら肉付けしていってください。こんな感じでポーズを決めてみました。立ちポーズです。ここでしっかり足の長さとかバランス見てつけてくださいね。この子はしっかり前を向いてますけど、この段階で横向きにしたい人は首をグッとひねって横向きにつけてあげることもできます。また別動画になりますが、チワワちゃんでお座りポーズの作り方もご紹介したいと思いますので、そちらの方も合わせてまた見てください。今ブラックタンちゃんを作ってるので、こちらに今度ここからは色を入れていきます。尻尾は一番最後になります。